される前に。本当にあなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか？なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜そうだ、あの男俺に何か。何と言ってた？サーセウス。見つけたぞ。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。ならその服を着替えないとね。ここ私の部屋なの。盛り上がるならよそでやって。ああすまない。あとでね、クライブ。出発。
発する前に支度を済ませておくか。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように、とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。行こうか。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。随分と静かね。もしやクライブ様では。私ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。ああやっぱり面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくぞご無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて。ありました。でもなんとか生きてここに。こうして
またあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで？ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか？この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれでよいのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは？そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあクライブ様、お顔色が、旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくださるって。ご好意に感謝しましょう。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。ねえ、子供の頃二人で月を眺めたのを覚えてる？あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。
あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。そろそろ寝ましょう。ああ、おやすみ、クライブ。また明日。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でもよかったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルヴィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸多からんことを。あなたもどうか元気で。イーストプールの北門を出ればフェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。そのお姿、殿下。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら
現在のロザリアを治めている俗領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド太后家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いがそれはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルイン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。父上か。あなたはもともとエルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。今年の収穫じゃ冬を越せるかも。お年寄りの方はいないわね。村長に約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。少し探してみるか。そうね、この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。おや、旅の方、何か用かい？私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？ああ、あのじいさんかい？そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？昔、ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。ありがとう、もう少し探してみます。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの？人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？いつも井戸のそばにいるおじいさんのことかしら？ええ、その方です。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に？ええ、まあ。あら、同郷だなんて嬉しい。私も小さい頃はロザリスの城下町に住んでいたのよ。民を慈しんでくださった太后様の御代が恋しいわ。ザンブレクの俗領になってから生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに、税は変わらないなんて。ごめんなさい、昔を知る人がいるとつい。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。
ありがとうございます。探してみます。あ、待って、パトリックならどこにいるか知ってるかもしれないわ。彼は長いことおじいさんの面倒を見てきたの。厩舎にいるはずだから声をかけてみて。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。ジル、すまない、君にばかり村人の相手をさせてしまって。気にしないで、念のためよ。パトリックさんに話を聞きましょう。困ったな、どこへ行ったんだろう。もし、どうかしたんですか。僕が目を離した隙にベアラーが一人いなくなってしまって、いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。失礼ですが、パトリックさんで。はい、そうですけど。そのベアラーというのは昔ロザリス城の調理場で働いてた方では。ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです。そうですか、村尾さんに。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか。大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つといって出歩くことも増えていて、年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。わかりました。私たちは外を探します。パトリックさんは引き続き村の中を。ありがとうございます、よろしくお願いします。無事だといいけど。とにかく探してみよう。あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。ええ、分かったわ。さすがね。今だ。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、天下、
位殿下、ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺はクライブ。ああ、ずいぶん待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっとずっと、ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。待っておりますとも。いつまでもいつまでも。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。行ってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様。どうかお気をつけて。これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らをシドのところで保護できればそれが一番なんだが。頼れるつてってところね。どうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。
して。貴様ら一体何をしている。生き残りだ、殺せ。くそ、貴様ら何者だ。村の者は殺せ、皆殺しだ。皆殺しってどういうこと。から逃げられると思ってたのか。奴隷風情がつきあがるな。死ね。対抗派は全員殺せ。対抗派だと、それは村人たちのことか。ご命令だ。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。まさかこれは母上が。クライブ、分かってる。今はこいつを倒す。遅かったか、ガブ。クライブ、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴ら、ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くそ。母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを。彼らが何をしたっていうの。こんなことをして
許されるはずがない。ジル、俺たちガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。分かった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、手帳に弔っておきます。すまない、頼む。よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃクプカ様に取り立ててもらえる。